ザバイオーネザバイオーネザバイオーネは、イタリアピエモンテ名物のデザートである。フランスでは、サバイオンという。ザバイオーネの発祥について、多数の伝説が残されているが、それらの大部分は、ルネサンス時に起源を定めている。17世紀のトリノで料理人の守護聖人、パスカリスバイロンを祝うために考案された、飲料、17世紀のベネツィアで食べられていた、ダルマチア由来の、 ザバヤというクリームがザバヨーネの起源に挙げられ、16世紀のカトリーヌド、メディシスの宮廷ではザバヨーネに似たクリーム菓子が食べられていたという。初期のザバヨーネには砂糖が甘味料として用いられていた可能性は低く、蜂蜜や甘みのあるワインが調味料として使われていたと考えられている。14世紀のイタリアにザバヨーネのレシピが残されているが、 初期のザバイオーネは卵黄でとろみをつけ、スパイスを効かせたワインカクテルを刺した。やがて卵黄の分量を増やし、ソース状や泡立ててクリーム状にするレシピ状の変化が起きた。この技法が19世紀中頃にフランスに伝わり、サバイオンとして洗練されていった。20世紀にはサバイオンは塩味の料理やマヨネーズなどの卵ソースとのブレンドなどにも応用されている。 ザバイオーネには泡立てずに混ぜるだけのクレームアングレーズに近いものと適度に熱をかけつつ泡立ててカスタード状に膨らませるものがある。卵黄に砂糖を加え泡立て温めながらマルサラワイン、シェリー酒、白ワインなどの用酒を加えて煮詰めたカスタードクリームでデザートとしてそのまま食べる。また洋菓子用のソースとしてティラミスなどに用いることもある。 ピエモンテではザバヨーネがソースのように多量にかけられたヘーゼルナッツのトルタが食べられている。また、ロンバルニア州ではパネットオネに添えられる。ありがとうございます。